こんにちは柳田理香の一一日1科学地面をどんどん掘っていくと地球の内部はどうなっているのでしょうか地球の表面は私たちが普段目にする岩でできていますこれを地殻といって厚さは大陸のある部分が3 0トル海の部分が1 0トルぐらいです。 その下は深さ2,900キロメートルまでマントルというゆっくり流れる岩の層でできています。一番深いところの温度は4,000度です。その下は深さ5,150キロメートルまで外角という鉄とニッケルという金属が溶けたものでできています。 一番深いところの温度は五千五百度です。一番中心部には内核という鉄の塊があります。中心部の温度は六千度です。こんなふうに地球の中心の方に鉄が多くなっているのは、地球がマグマの塊からできたときに重い鉄が地球の中心に向かって沈んでいったためですね。 今日の一日一科学。地球の中心には、鉄がある。地球の中心までの深さは、六千四百キロメートルです。人間が、これまで掘った一番深い穴は、十二キロメートルですから。とても中心までは、いけません。暑いしね。また明日。